はい、皆さん、こんにちは。アジアで来てるグレーです。はい、グレグレーケイちゃんです。ということで、えー、今回は、ね、グレーのシャツを着ております。えっ、ー、とね、あの、話がね、やっぱり今回も非常にグレーなんですよね。どうなるかわからない。これから先どうなっちゃうのみたいなことなので、えー、なかなか予想するのが難しい。故にですね、グレーのケイちゃんです。グレグレーケイちゃん。別にグレちゃってるわけじゃないんですけどね。 えー、ということで、えー、シャツはどうでもいいですね。私はね、いつも思うんですけど、私のこの動画をね、初めてご覧になってね、えー、いただく方に関しては、このおっさん何を言ってるんだみたいなことをね、思うでしょうね。そこでブチッと切られたりしてね。<laughs> まあ、それはいいんですけども。結構やってくれ、やってください。やってください。続けてくださいっていうですね、お声の方が多いんですね。なので続けてます。はい、えー、今回の話題。えー、とね、ちょっとね、やっぱりね、ご視聴者の方からね、ケイちゃんぜひこれ話してっていうね、 えことががね結構リクエストがありました、えー、何かというと、えー、サムネイル書いておきましたが、為替です。為替の話。いや、もう皆さんご存知の通りですね。えー、いよいよもってですね、145円間近になってきましたよっていうようなことでね、本当にね、ここ数日の間ね、急激に動いてますね。でね、あのー、過去から私の動画をご覧になってくださってる方はね、よくご存知かと思いますけれども、えー、あの相場の予想すべて当たってるケイちゃんですみたいなね。 えー、為替に関しても一時130円ぐらいまでね、くんとね、ちょっとね、えー、調整じゃありませんけども、円高に触れた時もですね、いや、そんなことありません。必ず140円食えますよ。えー、年末までに150円あるかもよっていうことをずっと言ってました。その通りになってきましたね。えー、金は絶対上がりますよ。これは2月から言っておりました。 ウクライナ紛争が始まった直後からずっと言ってました。案の定上がりましたね。最高年も超えましたね。とかね。ビットコインもね、一時的に上がりますよ。上がりましたね。今ちょっとこうやって下がったけど、またちょっと上がりかけてますけどね。えー、というような中で、えー、かなりね、えー、当たっとります。でも、えー、私自身はですね、何にもね、張っとりません。<laughs> もうね、セミリタイよの人間なんで、ちょっとリスク資産にね、えー、ちょっとね、投資するようなことはね、最近ね、 えことごとくやめておりますので、自分では全然ね、えー、お金、見入りは入っておりませんけど予想だけは当たってるケイちゃんみたいな感じでね。で、そういった中でね、ケ、え、イ、ー、ちゃん、ぜひですね、あのー、独自予想を立ててくださいっていうね、リクエストもね、数名の方から頂きました。ということで、この動画です。でね、あのー、本当皆さんご存知の通りですね、145円もね、見えてきましたねっていう中でですね、 じゃあ、これから果たしてね、私さっき150円なんて話もしましたけど、どうなのかなというようなことで、ね、あくまでも、あくまでも、あくまでもですね、私の独自予想ですけども、例えばね、えー、今月、本日何した本日は10日、11日ですけどもね、えー、来週早々にですね、えー、アメリカのですね、8月ですね、8月の CPI、消費者物価指数、 のですね、今度,今度は8月何上がりましたかっていうようなまず発表がありますね。これ一つの、ね、大きな大きな大きな目ドだと思いますね。やっぱり今現在ね、アメリカのこの指標で、ね、気にしなきゃいけないのは一つはね、今言いましたように CPI、消費者物価指数の変遷ですね。これがどうなのかっていうことと、あとはね、雇用統計ですね。雇用統計実際どうなんですか上がったんですか下がったんですか ね、というようなところが非常に大きな、ね、注目する点じゃないかなと思います。皆さんもご存知かもしれませんけど、アメリカの経済自体はですね、今ものすごい勢いで物価上昇になってますけども、逆に言うと経済状況自体はそんなに悪くないと。で、直近のですね雇用統計なんかを見てもですね、悪い指標出てませんので、日本に比べるとですね、経済自体は悪くない。 まあ、その悪くないこと、ゆえにですね、えー、物価がどんどん上がっちゃってるっていうことですけども、逆に言うと物価が上がることによって賃金も上がってるというような状況ですので、まあ、そういったようなこともあるので、まずはこの物価を抑えなきゃいけない、加熱しているですね、このインフレ、インフレを抑えなきゃいけないということで、FRB もですね、もう異例のですね、0.75%の利上げ、もしくはもしかしたらね、次あたり1%あるかもしれないっていうようなね、非常にですね、異例のね、 政策金利の上げということを考えているというような状況ですよね。なので、このね、CPI。この CPI は確か来週13日だと思いますけどね。だから日本だとか、私のいるバンコクでわかるのは実際14日ですね。だから14日に、まあ、ニュースと出てくると思いますけども、これ非常に、あの、あれですね、注意しなきゃいけない点ですね。これがね、またね、それこそね、先月、7月も9点何パーセントかなんかのね、上昇率だったんですけども、同じような上昇率。 全然下がらないっていうことになると、いよいよもってですね、えーまあ、今月、まあ、もしくは来月ぐらいにはですね、えー、FRB もですね、下手したら本当に1%の利上げなんていうことも考えられますよね。というようなことで非常に大きな指標の発表が間近に控えております。というような中でね、えー、今言いましたように、 えー、本当にね、このね、消費者物価指数のね、比率が下がらないというようなことになってくるとね、やっぱりね、アメリカも中間選挙控えてますので、やっぱりね、有権者の顔を見ちゃうわけですよ。<laughs> 当然ね、政府もね。そうすると FRB に圧力かかるわけだよね。というようなことになるとですね、本当にね、政策金利をまた上げるということになると、日米金利差がいよいよもって広がる。故にですね、1ドル。 それこそですね、145円どころか、150円。私が前からずっと言ってたですね、年末までに150円。うーん、現実味を帯びてきたかなという感じではありますね。まあ、ただね、じゃあね、逆にですね、あの、ちょっとね、サムネイルにはね、あの、黒田さん、黒田総裁のですね、写真貼っときましたけど、じゃあ黒田さん以下ですね、じゃあ日銀もそうですけども、日本の政府もそうですけども、それに対してね、この円安、 に対するです、ね、防御策というかなんか、ね、決めてありますかな,いよ、ねないまああの一つのね一時的なものとしてはね日銀のねあの為替の介入というのは当然ありますけどもこれもね一時的なもんだしねかといってねその大規模な為替介入したとしてもですねやっぱりねその日米の金利差もそうですけどもヨーロッパとの金利差昨今においてはねオーストラリアがバタッとガッと上げましたからねそういったようなね オーストラリア、オーストラリアドルに対してもね、今、円安進んでますけどね。そういったようなことを考えるとね、本当に一時的な効果はあるかもしれないけども、長期的な効果は見込めないですよね。というようなことがあって、なおかつね、じゃあ日銀はですね、えー、政策金利上げますかできないよね。できないね。というようなね、これは逆にするとね、危ないよね。あの、という気はいたします。今現在、日本のね、経済指標を見てもですね、 えー、それこそね、このね、円安によってですね、その円安不況じゃありませんけども、結構ね、倒産してるね、件数が増えてるようですね。ちょっとまだね、私、細かいね、件数とかまだ調べてませんけども、いろいろね、話、報道なんかによると、日本の中でね、この円安不況じゃないけどね、倒産してるようなね、特にね、輸入関係を扱っているようなところはね、 輸入、例えば輸入剤を多く扱っているような産業、もしくは輸入品を、ね、多く扱っているようなね、えー、まあそういったようなね、まあ、輸入消費者なんかも含めてですけども、かなりね、倒産件数が増えているっていうようなことも出ておりますよね。というようなことを考えると、日本のね、経済というか、日本の産業構造の中で、決してね、さっき言ったアメリカのごとく全然良くないんだよね。というようなことを考えると、ここでね、例えばアメリカのように大幅にね、 日本が日銀が政策金利を引き上げるというようなことをもししちゃったらですねどうなると思いますえもうほんと設備投資が起こらなくなるとかねそれこそですね一般の国民の立場から見ればねあ住宅ローン上がるかというようなことでどん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 冷え込んでますよね冷え込んでいっちゃいますよねかといってアメリカのようにね賃金の上昇,上昇が起きてるかといったら全然全然起きてませんよね というようなことを考えるとね、やっぱりね、日銀の判断としてね、できる手がもうないんだよね。本当にさっき言いましたように、一時的に短期的にはね、為替の介入ってこともありますけども、本当これは一時的。一時的にね、例えばね、その時の為替レートから、1ドルね、例えば145円だったのが、一時的に143円とかね、142円ぐらいっていうのもあるかもしれないけどね、それもまたすぐに戻るでしょうしね。 だって実際のね、日米金利差がどんどん開いてるんだから。ね。えー、というようなこともあります。で、まあ、このことに関してはね、いろいろ私もですね、過去の動画で、ここ2、3週間ぐらい前のね、動画なんかでもね、いや、じゃあ実際の日本の、日本国内全体におけるところをですね、えー、日本の国内での対外純資産額がこんなに大きいんだよとかね、そういったようなことだとかですね、えー まあ、そういったようなこともね、過去ね、いろいろお話をさせていただきました。この過去動画に関しては、ちょっとね、あの、終了画面に貼っておきますね。もうその時から私の、ちょっとね、この、あの円、円安に関する姿勢はですね、ずっと変わってないんですけどね。まあそういったようなことも、まだ、もしね、ご覧になってない方はですね、ぜひご覧になっていただければなと思います。まあ、というようなことを考えるとね、やっぱりね、日本だってね、 なかなかね、やっぱりね、今のアメリカのごとくどんどん上げるわけにいかないよね。やっぱりどんどんね、上げればですね、やっぱり一般の国民のさっき言ったね、住宅ローンなんかで響いてきますからね、それを考えてみると、上げるわけにいかない。なので、えー、私ね、やっぱり予想になっちゃうんですけども、私は以前から予想している通りですね、年末までの 1, 1ドル、もしくは年度末、来年3月までの1ドル150円、いよいよもってありかなと。 いうような予想です。あくまでも私の単独予想ですけどね。下手したらね、わかんないですよ。これ本当にね、あくまでも憶測予想なんでね、なんとも言えませんけども、下手したらね、これ、150円超えてね、それこそ160円、170円、これはもう来年の話でしょうけどね、そういったようなこともあるかもしれないですね。もうそうなってくるとね、私前から言ってる通り、やっぱりね、 え皆さんもそうですけど、私もそうですよ。私もそうですよ。日本の銀行にね、まあ、そんなないですよ。そんなないですけども、ある程度のね、えー、その老後のための資金というようなこともね、まあ、私のお金といろいろ相談をしながら、日本の銀行にね、日本円で持ってたりしますよ。あとはやっぱりタイの構造にね、タイバーツの構造もしくは US ドルの構造なんかも持ってますけどね。まあそういったようなことで、もう本当にね、個人の、えー、その資産をね、守るための、えー、まあ今まではね、こんなことあんまりね、日本円が強かったから、 こんなことを考える必要はなかったですけれどもやっぱり対外的に見た場合ですね日本のこの円の価値というのがどんどん下がっていく日本の円の価値が下がるすなわち日本の国自体の価値が全世界のね価値に全世界の経済の価値に比べてですねどんどん下がっていくというようなことを考えると自分の今現在持っている円の資産これをどうやってね ポートフォリオとして持っていくのか、外貨預金でもいいです。外貨建ての、ね、投資信託でもいいです。というような形でね、やっぱりね、考えておく必要があるのかな。というかね、もう考えなきゃいけないというような時期になっていると思いますね。はい。えー、ということで、これはね、前からずっとお話ししている内容なんでね、もうあえて言いませんけどもね、えー、ぜひ私のね過去動画とまたご覧になっていただければなと思います。ちょっとね、終了画面に貼っておきますんでね。というようなことです。はい。えー、ということでね、 やっぱりねここ本当ね数日ね急にね進んじゃってるもんでねなおかつねさっき言いましたようにちょっとね何人かの方からねぜひねこの予想またしてみてよということでねリクエストあったもんで、えー、まあくまでもね独自の予想ですけどなんかねもう年末150円ということ以上にですねいやそれ超えるかもしれないねみたいなね感じになってきましたねということをお伝えさせていただきます。 まあ、為替なんで、いつ何時にどう変わっちゃうか、トレンドがどう変わるか分かりませんけどね。えー、一応、私のね、独自予想としては、いやー、年末150円、いよいよ見えてきたから、下手したらそれ以上いっちゃうかもよ、みたいなことです。はい、ご視聴ありがとうございました。それではね、また皆さん、バイバイ。